コザ独立国マリンネランラジオ。ああ元気っぽいですね今日もね。いいトークとよ。あなたたちが酔っ払ってない日ってないでしょ。今日はなんすか。ワイン飲んで。ワイン飲んだ。柄にもなく。あゆきにいらっしゃいませ。マサおはようございます。チビネのしみだもんね。チビネのしみてください。すみませんうちの番組。高岡からさ、高岡これみんな今映像映ってる。村井ちゃんのバッチリの今ゆきりが老眼鏡かけてるのもみんなバレてるよ。世界に板姉さんにもバレてるからね。すいません仕方ないものあとそういうもの。はい、ということで改めましてマリネラジオ始めました。勝です。日賀義弘です。ゆきです。陰謀です。ちかです。ひらみのせいきです。ということで、はい、こんな2467目か愉快な仲間たちでお送りいたしましょう。ということでもう10月11月です。やれるかのが役立というんだけど面白くないわけよ。先週反論するわけ。反論する先週も11月だったんじゃね。いい反論いい。なんで今になって始まったばっかり言葉のありて話せるきっかけてああ今週も11月です。ありがとうございます。ごめんね。今週も11月です。はい、ありがとうございます。来週も再来週。再来週。再来週も11月。ありがとうございます。俺の最初のね、言葉が間違ってました。皆さん、お元気ですか？はい。早く元気はなくしてくださいよ、皆さんは。もう元気ないよ。いや、もうこの年齢的に。ちょうど生ちょ直教の酒の量いい作がやつだよ。いい作はアランドモリゴーグチルスもいた。ゴーグチ？ということでもうまあ10月11月入ったっていうのも今年もねそろそろ終わりますねって話で、来年もねまた第10回。あ、彼女の気にしたんで何ばれみ。何でじゃあ例える？言ってみない。ユンタク上手はやリンボ。言ったのが感じや。の11月とウムさん来たし、浴びせ、ひそひそだかよ。うん。話の流れきっかけ。そこらね。なんでみ。アンサーで。トヤの中多いの。超違法な。重量室にチャーハンばかり。超また違法なラジオないの。いやみんな違法なラジオよ。いや。ナイス。俺俺さっきタオチー俺シレリでもほらもうなんていうんですか来年に向けてねテルリン祭実行委員もですね、うん、進まないといけないじゃないですか、ね、うん、1月から始まるから、ね、これが振りたくて11月ですねの話そんばってあちょっと察してくれそうでしたか。俺は勝とうたんの分からんせえなメーカーで一番分からんのリンボールやろ。ああ、そうだった。安心よ、行っちゃうよ。何だろう、彼氏が。11月、あれ、また、来月、もうそろそろ後半から忘年会シーズンになるんじゃない、今月の。まあ、今年ですね、12月に。12月に。忘年会というか、もうテレビ祭、もうプレイベントということで、うん、来年に向けてでね、忘年会、ライブを尊壇中で、プラス、東広、知念子勢、みんな入れて、伊藤浩太も。伊藤浩太も入れて、うん、何やろ。614で、はっ酒飲むわ。やばしとったね。来月16日。この15、16日。これ6日。2日間。いいね、オールナイト。もうまた、テル2歳。15、16日。テル2歳で、9年目。来年10。来年10回目。だから、初めて、忘年会。忘年会初めて。毎年新年会や葬式が忘年会や初めて初めてこれ忘年会になってるの。え、わたみれ正月無事でしょ。明治さっきの明治正月でさ。いや、本当にでも忘年会ジェフとや明治忘年会しかあの来月ってよ、来月。あ、12月はやったことなかった。忘年会してるの。あれ、プレイベントになるの。もうやろう、プレイベントっていうことにしとこう。そしたらお客さん集まるかもしれないさ。買い取るんだよね。そう、あの2000円高そう。高い。あ、でも2000円のうちにあれも入ってるんですよ。食事も入ってるよ。米粉食堂。食堂は何のやつか。米粉ご飯の。俺がこれオーリリブよ。オーラルブだろ。オーリリブだろ。オーラルブ。オードブルだろ。フランス語で
まあ、もうこれはもう、まあ、もう注文してますからね。12月の16日あの、あの注文し米ご飯のご飯が楽しみだよ、うん、まだオープンしてないのにやった早っオープンしてないのに注文だけやった。有名人の CD 買うとき先行予約とかあるさ。ああそうか、そんなっぽく。いや、ゆきりなが弁当やるから先行予約でオールリリリボオールリボうれいちょよろしくや、うん、でかボーリーが何個はい何個1個ってやただ1個この1個1個のためにラジオ作っていいのかよ2万円の1個のああ2万円の2万円の1個のあだったらまだ2万円の1個で何個ないか1個ぐらいじゃないか1個ぐらいだろ2万円の1個は1個ぐらいじゃないか多分俺の頭で考えたらじゃあよろしくお願いします。よくしますからね。楽しみだな。あれなんか、うん、なんか来てられへん来てられへん中長さん来たはいよいよ乱入してこいよ。こんなのかかんでいい、そのあのかかんでいいからそのまま乱入してきてください。あ先週ですね、あのね、都合ちゃんの店の、また乱入して、こいつら癖なってるな。なんか、明日の、あれだな、明日やる。あ、そうだよ。日曜日。あ、じゃあもう来る日曜日か。ああ。いや、本当に乱入してきました。一週間のご無沙汰で。もうレギュラーになったらいいよ。このままで。密かに考えてるじゃんか、乗っ取ろうって。この番組を。毎週乱入しよう。いいよ、大丈夫よ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ショーパブの、はい、どうも、都合ちゃんの、とびちゃんでございます。乱入でございます。乱入でーす。いや、乱入された方が僕ら助かるんですよ。あの、ユンタクしないといいから。とりあえず、あさってに迫ってきましたので。もうすぐ、すぐ、ライブが。すぐ宣伝、すぐ宣伝か。どう呼びたかったんだ。でも、どっちかというと皆さんの顔が見たくて、はいはいはい、これはあるでしょ。ただ付け加えただけで。違うそんなことないですよ。もう先週楽しくてもう毎週になって。これ無視してってからあのさ普通さ無視して、はい、お前が何言うだよ。これ話本当に取り壊す人間もいるから、ね、普通よ皆さんの顔が見たくてって言ったら差し入れありそうだよね。何もないよ。あと車しか持ってきてない。いや車いただけるんですね。この車リスナーの皆さんにプレゼントいたします。嘘プリウスです。違うボクシーレンタカーですけどね。ということでじゃあ都合ちゃんにもあとでちょっと、はい、宣伝の方をしてもらって、うん、ちょっとまた お付き合いください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで布の話おったか。これ名前よ。あの初めてよ。じゃないの。ああ忘年会の話。忘年会もう忘年会いいよ。忘年会いやでも忘年会の来月の来月来月あの皆さんあの2000円であのやりますのでよろしくお願いします。あで2000円でやりますのでいやらしいやらしいサンキュー。言葉立派近いよ。や生放送ろ。どこから聞いてる人は何か聞いてやってる何か分からない。そうだね。テルリン祭初めての忘年会出演者はもうこっちにいるメンバーカーツーもユキも俺もリンボーもナシローも、あとはあのトモキ、チレンコゼ、伊藤コータ、これねもうあの三人やるメンバー、そう、まあまたね、買ってくるやつもいるかもしれないけど一応、あでも全然、買って食べ放題飲み放題っていうこと、あるまでで、なくなるまで、あの飲み放題ではない。飲み物はあの飲み物はまた別料金で300円でちゃんと言わないと2000円これは食事ついてます。チャージは2000円食事付き、まあライブもついてして、ライブはいいんじゃないか。ドリンクは別になっております。何のためにライブハウス使うのかなっていうゲームもあるんでしょ。いろ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 ゲームある。現場、うん、ゲーム今ユキリに現場離れてるぞな。現場焼きせかく抜けたのにまた現場が現場かいやお浜持ってこないといけない。てかごめん今まとまったら一発CM 行こう。はい分かりました。まとまることってあるのかね。これいつなんで15、6日ってどっちなんですか。15、6日16日じゃあ大体15日ですね。大体で来月何しろ来月の16日で土曜日だ。
ね、あ、12月の12月なんでもいいさ、だいたいその近辺で分かるから、その近辺で、まだいや、本町数えたらはっきりちゃんとしたこと言えばいいだけだ、ね、今ははっきりって言える時期はどこだっけこの辺ぐらいで1ヶ月前やせ、黙ってけうなあたいやんでちょけ、一応今またポスター作ってるから、あ、作る、作るよ。で、な、な、米粉ご飯、米粉ご飯、米粉ご飯、こ、よね、あ、あ、米はかん、のあの米よ、で、米の子で、米子さんが作るから、だい作るのは米子やしが、無理やろ、米子って呼ぶわけ、これよ、米子が、よね、息子、3年前、うん、意味は、意味じゃねえや、いや、これ米子、米子ご飯、で、メモがあたり、うん、米子、うん、米粉ご飯、うん、っていう弁当やね、うん、あ、一応あの、いや、これあれぬよ、ぬよやるわけ弁当やよ、ぬよ居酒屋で、居酒屋で牛鹿で、牛鹿でやるんですか、いや、もうここで明日またね、明日ってオープン、あ、オープンっていうか、あの、オープン前祝いで、で、そして15日プレイ、近日オープンでいいの、決まってる、15日、ちゃんとしたオープン、うん、10時からちゃんとしたオープン、ちゃんとした15日の10時からはい、じゃあそろそろ行きます、はい、行きましょう、はい、あのスポンサーもいいね、はい、はい、5分前、はい、適当にお送りしておりますということで、このね、この番組も適当にできるのがですね、あの誰のおかげか、はい、テリア・リンスケ三振店、はい、そして、ああ、もういいよ、あの、そのめんどくさい、いやー、黙っとけやまた、見出すね、必ずそれとですね、こざてる臨済東京支部の皆様、宮原製麺さん、うん、そしてですね、金城工業さん、紅葉技研さん、そして飲み食いどころかくれんぼさん、各社の提供で、ふざけて、ふざけて、614忘れてねえか、614もありましたねということで、その提供でお送りしておりますということで、はい、リモコなんか言いたそうだけど、今度よ、うん、こざってる臨済、うん、最低なあの CD が出たの、最低これたまらちょうけ、これ歌ってる人にもう今度よ、あの初めてこの9年間記念に来年10周年テリリンサイの、うんうん、セイゴア、セイゴアっていう詩を作ったんです、すみません、あのこの人日本語もうちな口もフィリピン語もわからんから吉野さんちゃんと説明して、あのね、まあ、初めてテルリンレコード、うちらその立ち上げだと、うん、テルリンサイで立ち上げました、はいはいはい、その第一団としてのぼりかわせいじさんの、うん、あのね、元気な頃第1回テルリン祭第1回目第2回、はい、3回目で、その時の音源が残ってたので、それから日が拾って「セイワーヤイビン」っていう CD が、そのままもう「セイワーヤイビン」、うん、そのままあのテルリンレコードから出ました。いつもこれはもう発売してるんですか、ね、13日来週の月曜日から発売日なんて、まだ発売前です、今前か、じゃあ、ね、発売前にかけるか、かけておこうか、まあ、こっちの特権としてちょっとかけてみましょうか、じゃあ発売前13日、うん、発売13日ですけど今日特別にかけます、うん、一発目からいきましょう、ユンタクから入ります、はい、
はい、お聞きいただいたのは鳩山氏から中竹天井。おい、メンバー戻ってこい。ハウス。酒飲んでる外で。一生懸命シェイクはやいびんやってるのね。ごめんなさいませ。パチカティしてましたよ。まあね、あのね、ちょこっとかけましたが。ちょこっとかけましたが。あの、セイゴアヤイビン、あの、いいね、最高だな。ようやく、いや、外で聞いたら、どういう音になるのか、なるのか、なるのか、そこで確認してたんだけど、なるほど、言い訳よ。ね、この CD の、 あのプロデューサーが、テリア・リンジロー、はい、リンボーなってして、藤田忠、うん、行ったの、タバコかじゃよ。タバコ行ってないよ。で、まあね、いろいろ、まあ、スペシャルサンクス、あの、なんてスペシャルサンクスで、あのカーツもいます。もう本当にあのこれちょっと CD 皆さん、はい、あのたくさん買ってください。はい、うん、これから13日発売なんですけど、うん、料金はいくらだったかな。適当に払ってください。2500円じゃなかったかな。1万円からお釣りあるでしょ。ああ、伊達やん、伊達やん。もう、1万円払ったら4枚ぐらいついてくる。お釣りなし。お釣りなしだよ。ああ、それこのセイワーエルリーの3倍はサービス、サービス、うん、これの売り上げ一部分はどのぐらい入ってくるかわからないけど、あのテルリン祭にも、資金増成ということで入ってきますので、ね、皆さんよろしくお願いします。ありがたいです、ありがたいです、はい、さあもうセイワーエルリー、これこのですね CD ですね、13日に発売して、でこの番組にでもですね何曲かチョイスして最後まで全曲をかけたいと思ってますので、皆さんリスナーの皆さんよろしくお願いします。目標は50枚？1000枚。何50枚って、はい、この日で全部かけたらいいんじゃないの。なんでよ。そしたらみんなもあのラジオ聞いてる方が楽しい。ごめん歌いたくないわけ。はい、俺もう酔っ払ってきてるから。雪にね、これやったら来週倍返し来るよ。ごめん、ということで先週もですね、うん、来ていただいた。あ、そうだ、でね、あのだ、都合ちゃん、はいはい、何しに来た、はい、今日は、こんばんは。何しに来たの。とよみちゃんと都合ちゃん、そうなんです、昨日乱入して、まあ、まあ、明後日に迫ってきました。ああ、何が迫った。ライラックススペシャルライブ in 沖縄、あさって最終告知できました。最終告知、告知、アンドお店の宣伝も兼ねてきました。ああ、全然お店宣伝してください。どうぞどうぞ。そうです、はい、どんどんやってください。わかりました。無料ですよ、今日は。時間はですね5時間与えます。どうぞ。5時間もダメです。はい、中野町バビロンビル5階都合ちゃんのいるお店、営業時間の方がですね、夜の8時から夜中の3時までです。3時まで、はい、長いな。皆さんどんどん来てください。それであの料金の方なんですけども、まあお一人3000円コースで、はい、食事付き、はい、でビールも泡盛も、また酔っ払い待っとけよ、後で電話するよ。じゃあな。電話もかかってくるわけ。3000円で、はい、飲み放題、はい、時間が3時間制になってます。それは3時間団体さんですね。団体さん、これから忘年会シーズンなので、はい、個人で来たら、個人で来たら、セット料金が、セット料金が2000円で、でボトル入れて、フルタイム2000円。いやいや、さっきの食え。ボトルの方もちょっと値段も設定安くしてるんで、2000円で要するに酒飲めるセットで、ね、セットで、はい、セットで、でボトル製でボトル1本入れていただいて、菊の露が1本3000円です。で VIP も6000円ぐらいでやってますから、まあ、休めて設定して、まあ、長く時間いてもらって、カラオケも歌い放題って感じでやってますんで、ん、絶対長くいてもらってっていうのは常識、あの、あれ条件。そう、だからうちの店はなかなか帰れない店なんで。皆さん行かんでください。会社ないんで。出入り禁止ってあるんですけど、うちの店出るの禁止なんで。そういうことです。これこういう店も、はい、怖いな。そういう店ですから、なあり地獄ぐらい。そうです。入ったらもう場所はバビロンビル、うん、中野町のバビロンビルの5階でやってます。はいはい、そうです、そうです。でもなるほど。時間だったらすぐ、すぐ返すんでしょ。時間だったらもうとっとと帰りなさいって。この
あのお客さんお会計お願いしますってお会計出てくるのが2時間後ぐらいですから。あもうその時忘れてるんですよ。なんか言われたけど分からないなみたいな感じで。なるほど。気がついたら2時間経ってますって感じです。あ、はい、まあ、こういうまた素晴らしいお店もバビロンビル5階にできたということで、忘年会新年会須郷さんがあのたまにショータイムショータイムやります。たまに。あ、はい、内容はいろ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 やりますね。いろいろある。腰地吹雪の真似とか。おお、はい、いろいろ山口百恵とかプルサップして、はい、本当にそういうこともやるの。はい、郷ひろみとかもやります。ようです。どうも。田原俊彦もやります、ね。普通の居酒屋で喋ってる酔っ払いだしか。はい。はい、こんな感じで。いや、この店の主催が今回の、そうです、もういよいよ迫って日曜日にやる、はい、そうですね、ダイラックススペシャルライブ、はい、まだまだどしどしね、当日券もまだ全然あるんで、はい、よろしくお願いします。で、場所がですね、はい、文化センター中野町の、うん、ま、元図書館があったとこですね。有名新人センター。年寄りは高齢しか分からない、うん、そこの6、4階のホールで、うん、はい、予定組んでますので、はい、6時半からですね。6時半から。6時半、はい、6時半からお一人3000円です。3000円取る。3000円、チケット3000円です。あー、ケチャベよい。でも飲み放題。これはお店の話。内地から発表のものを年取った発表のブルー読んで、それでギャラがかかるわけ。俺酔っ払って何聞いてるの。いっぱいお客さん来てくれないと。もう一回まとめて、まとめて、はい、今間違ってるよ。まとめて、はい、どうぞ。まとめて、はい、まとめます。12日日曜日、はい、ありがとうございました。あ、それやってチーン。はい、ありがとうございました。違うかよ、終わり。まだまだ。12日の日曜日夜の6時半から、はい、始まりますので、はい、当日でも全然始まる。あ、もうライラックスのスペシャルライブが始まります。はい、はい、うん、何時からでしたっけ。6時半からですね。はい、まあ、皆さんお誘いの上、はい、来店じゃないや、来てください。コンサートのご来場ください。入場料、入場料が3000円ということで。入場料3000円です、ね、あの歌は本当間違いなくうまいんで、はい、もう聞いて惚れるぐらいのうまさがあるので、それで改めてぜひ聞いてもらいたい。皆さんに聞いていただきたいなということで。こんな言ったら俺次歌いづらいんですけど。ということで、じゃあ11月の12日、はい、日曜日、はい、6時半から、はい、元の流兵寺新前センターということで、文化センター、文化センターの4階でやるの、はい、ね、あの娘が公園の隣でございます。芸能館って芸能館ですね、はい、6時半から、はい、元都市伊藤とハッピー&ブルーから独立して結成したライラックスという歌手ですね。ムード歌謡曲のね、明後日の話で、明後日です。もう最後もうギリギリです。今日最後の宣伝です。最後の宣伝、はい、そうですね、チケットまだ余ってるそうですので、はい、早めに余ってます、少し、ね、早めにということで、はい、中ですね、この12日ですね、運よく僕らもイベントがありまして、はい、そうですね、第6回ニュートゥーマチーというのが、あの、はい、まだ終わってない。あえ、あ、そっちも終わったかなと思ったの。もうカツたちのあのリンケンバンドの、いやいや、台風で、選手台風で流れるよって言った話したさ。中止じゃない、延期だよ。まさか調子でよかったのにね。まだやる気持ちはある。いや、これリンケン聞いてるよ。聞いてる。嘘、あ、嘘。リンケンさん、今の雪にに、雪にに、で今のな、ないっしょ。あの、でも本当俺大好きだよ、リンケンバンド。もう遅い。俺言っとけど、三振箱ね、あのステッカー俺が貼った、あれは俺が貼ったよ、俺。ということで、まあ、12日いろいろね、あの台風で延期されたイベントとかいっぱいあるんで、あの好きな方に行ってください。ということで、正解、メール来てる。はい、メール来てます。じゃあ行きましょう、メール。迷惑じゃないですね。ちゃんとしたメールが来てます。そういうのも入ってもいいよ。はい、じゃあ、これ発表さん。ご紹介しますね。はい、皆さんこんばんは、まさかつです。先ほど忘年会の話が出ましたが、今日 FM 小座のフェイスブックから FM 小座忘年会の告知が載っているのを見ました。マーニーネーランラジオの皆さんにもちゃんと伝わってますかということですけど。いや、伝わってないです。知ってますよね。知ってるでしょう。金曜日ですね、はい、はい、これはもう12月の8日の金曜日、まだ先なのでまだ後で言います、うん、以上です。はい、
メール以上です。そうですね。ツイキャスのコメントとかありますか。たくさん入ってます。ルドフルさんからハイサイこんばんは、マリネーナのラジオの皆さん、今日も楽しくです。ありがとうございます。ちいかちゃん頑張れ。お前本当にありがとうございます。やったー。せーのーないうちらからこんばんは、今夜も来ましたよ、はい、いらっしゃい。 ただいま宮原製麺さんにて早期そば定食いただきながら、ありがとうございます、拝見してます、ありがとうございます。あそこはあのネットで見てるからこの映像なんだよね、東京の方だけど、でもまだそば出してるんだね。いいこの日は、まあ、この日だけ。あっちは時差があるから、あっちまだ夕方5時ぐらい。東京は東京の沖縄は違う、違う、夕方5時ぐらい、5時間は違う。ルドールさんからもう一つ、テルリン祭プレイベント それね、もうあるそうです。オードブルはユキ兄さんの米粉ご飯あ、そうですよ、米粉ご飯で皆さん来てください。はい、12月の16日にやります、うん、もう楽しい忘年会になると思いますが、で12月の23が15、6日っていうから、もうじゃあ15、6日にやろうかなと思って、ね、ルドな感じが12月の15、16で、そうです、ではないよ、そうです、まとめ16日です、16日の土曜日です。いや違います、15日の朝早朝5時からやってますんで、皆さん6時中にお越しください。こんな嘘ついて、みんなにこのラジオで嘘ついたら、嘘ついてないよ、15日って言ったら、はいはいはい、はい、もう一つもう一つ、脳内内内さんから、小座独立の場合忘年会と新年会がつながっているってどういう意味なんだろう。あ、ま、ちょっとやるそう、というか毎日やってるようなもんだから、だから、まあ、一応ね、まあ、新年会もあります。まあ、来年の1月5日ですけど、今回は金曜日に当たると思いますけど、ヨナハトール の新年会ライブっていうの毎年やってるライブ、テルリン・リンスケ三振店の前でね、やってますので、その時その場所にも来てください。ちょっと待って、本番中やしか、個人話、あとあれかな、ルダン選手の、あ、選手のゲストさんも来てますねっていうことで、ありがとうございます。登川誠人さんの CD 紹介されてますよって、なんかこれ個人の話なのかな。いや、ありがとうございます、ということで、コメントで、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。毎回本当に、ない毎回聞いてるのは、なんか内地の人しか聞いてないような、沖縄で人気なくて、なんでこういう番組って、もともと大和やし、いや、俺が日本人っぽいからかな。この人はうちらでしょう。シーサーさんから、皆さん、セイキさん、チーカちゃん、ハイサイです。シーサー、わたびか皆さんな、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ一曲ゆきりねや、いや、ユンタクミカシや、よくないまた、この曲も弾いたことめったに弾かない。ゆきり一曲弾いてから、弾いたからちょっとゆきりからも宣伝あるっていうことで。ああ、そうだよ、そうだよ、ね、はい、俺これミスしたら俺宣伝効果が薄まらないかな。大丈夫、この世の中ミスっていう言葉はない演出俺全部ミスで、大丈夫ミス沖縄って言われてるぐらいです今面白いようなこと言ったけど面白くない、面白くなかった喫茶のもんよ。じゃあトワンシェ秋っていうことで、秋の踊り、あけるってことで、秋の踊り、でも道は崩しの道は崩し、はい、始めな、また待っとけ、ならじゃあ待っとけ、やらんよ、ジミーランバよ、もらろい、カスミカでジミーランバよ、すみません、僕ら若くないんでね、本当によ、兄さん、まか若歌いね、ヒンギーのチャーや、よくさえやってる、道、タバコも。来週がまともにやろ、できるかな、できないけどやる気持ちだけは、ね、気持ちだけは元、いや、もうこれも本当にめったに弾いたことないから、もう間違っても許してください、自信もない歌をそれではいきましょう、どうぞ。
らも長月はじめ頃かや夜のもみじを染めろしごれに濡れておじかの泣くも寂しき折に告げこ仮の初いた CM でーす。もうごめん。メリコーがあったね。実際こと歌詞もわからんのとどこ見てるか分からない。よかったな、一本 CM 残ってて。一本だけ残ってたのか。本当あれこのどこみどこだったかわからんのか歌詞がよ。戻ろうと思ったら戻れないくなってるよ。どの位置酔っ払ってもいいですし。どの辺だったかの。もう歌詞かよ、あの歌かよ、もう少し結局歌変えるんで、あーもうこれもう恐ろしくて、あの小ささからギャラリーが気になったのかな、三振の音色が綺麗ですよ、音色が綺麗です、声も上等で、雪の声は、うん、でも宮根生命もね、東京の方ではまあいろいろ集まってるみたいだから、あそこも盛り上がってるな、こんなハプニングがあってもいいかなっていう感じね、してっていうながら、そこも次は何しようかなって今考えてるとか、本番中に考えてるとか、どこにもないラジオ、周りにないラジオなんだよな、でもこんな余裕なんてあるのかなって、だからもうリンボーはいなくなったし、あとカツオもいなくなった、はい誰が喋るとか俺が喋ってるみたいな感じで、うん、あの内部じゃなかったから来てるね、珍しいものを見てしもうたってああ、いやでもね、これあの FM 小座ってあのね、このスタジオがあって外通りが見えるから、誰々が歩くっていうのすぐ分かる、分かって、結構俺なんかこの辺で飲んでる人たちだから知り合いがいっぱいいるわけ、俺、うん、今たまたま同級生が通って、同級生の女の人が通って手を振るもんだから、こと10秒前これ見てたら、俺もう歌詞見ないと分からないし、もう行きます、夜は夜も、はい、どうぞ、開けたいです、はい、ゆき、またまたしっきり直し、しっきり直すということで、ちょっと曲もじゃ変えようかなと思ってます、はい、何やる、じゃあ行きます、第一サナ、じゃあ、上がり方薄め、わらさな字書きて、みくす体感て、うんにまためなち、いらよ大さなじゃがひよしゅらよ、わかんかん「あちびうさがよ」
昨日踊りなんで途中から終わったあやっぱり自信なかったよはっきり言って続き終わってるからもう昨日やめてこの半袖でなんか秋らしくないと思ったんだよじゃあ続き米粉ご飯あ始まりますかじゃあ米粉ご飯をはい。先生ちょっとね本当に雪にはいじゃあ本当にじゃあ代表として名前言っていいのかあの下の名前あのタカはいい。タカオッケーだよな。タカが、ね中心となりましてですね、串川の、市役所、あ、これはもう小役、詳しくはタカから。どの辺でやるんでしたかね。うるま市緑町の役所の、交差点7.5回ぐらいね、はい、から右手にファミリーマートを基準に右手に曲がっていただいて、はい、金秀過ぎて十字路の角の方です、右角お前今ファミマと金秀の宣伝しかしてないよ米粉ご飯がそこにあるんだよね、はい、ああそっかうんねあのそこそこアゲナ十字路から昆布に向かってあ一回タクシー乗ってタクシーバスでもいい。バス乗って一回沖縄市戻ってきて。またややこしい。お前またごめんごめん。はいどうぞどうぞ。役所通りって言った方が役所の通りだけど一応曲がるからさ右に曲がらないときアゲナ十字路からコンボイ向けに行って役所が見えたら、うん、すぐ右側にファミリーマートがあるんですよ役所が見えたら、ね、役所の手前にファミリーマートがあってそれを見えたらすぐ右に折れて、うん、ずっと何百メーターかな300メーターぐらい300メーターぐらい結構、うん、そろそろだなって思うまで、うん、じゃあ次信号があるから次の信号があるから、うん、信号があったらうん一つずつお前またはっきりしよお前変なまたそばから嘘つく人もいるから最初の信号を越えて越えてあこれってすぐ右側ですああ、うん、すぐ右手にじゃあもうこの一つ目の信号が目印かなそうそうそう信号を越えて、うん、テンポ右側に3階建てのアパートがあってこっちのもう看板は出てるんですか出てますよ改めまして弁当屋の名前の方を米粉ご飯、米粉ご飯と言います、うんはい、で、15日何日オープン15日の10時に10時にオープンになりまして15日オープンですけどこれはもう店頭に弁当並んでるってことですね、はい、普通の弁当屋のようにでも、まあ、その後はもう一応次から7時からでやるつもりなんですけどはいはい、まあ今いろいろね準備段階で、はい、あと送電をもし遅いって言うんだったらまた早めにやるような感じで、はい、ああもう朝小屋もいるからな弁当屋、ね、朝じゃあ今、うん、ちょっとねおすすめっていうのもあれなんですけど、まあ、探りでちょっと分からないと思うんですけどおすすめっていうのは何ですかやっぱり弁当っていうのはあれですよねタコライスと、うん、何一番はですねはい空間を楽しんでいただきたい空間を弁当屋で、はい、弁当屋で空間を楽しみっていうのは初めてのあ、ね、あ本当弁当屋で蔵に空間っていうのはちょっといやこの作りがもう本当にもうカフェみたいな作り店自体がマジ店頭で弁当買うさな、はい、このカフェっていうところでいただけるわけ食べるそうですねいいでよあいやもう今のだ今のだテーブルとかそんなのも準備されてるんだあと今テーブル全部セットが揃わないわけ今月いっぱいはまあいろいろとねシステムとかね、まあ、台風の影響で
台風の台風のせいにすんな。青か。それで船が入れないで物が入ってから。船のせいにすんな。飛行機があるだろ今。飛行機で。いやあとあとはこんな感じで何。いやもうあの軽食も出すような感じも。第一はもう探り探りで今考えながらですね、今順調な道を歩むというか、まあ皆さんじゃあ15日10時からオープンしてますんで、米粉ご飯明日お祝いある、明日お祝いある、ああ明日ね、はい、お祝い何これ、お祝い来たい方に来ていいんですか、ぜひお前たちは来い。このメンバーは絶対来いって本当ですか。明日行く、本当、あ明日、まあもう大体分かります、6時7時ぐらい行くか、うん、いや飲みに来てください、ありがとうございます、あの今日多分聞いてないか聞いてるか分からないけど、あの弁当屋始めてる人間が飲みに来てくださいっていうあれもおかしい、いやいやいや、あのちょっと試食しに来てください、試食じゃはあのダサオードブル、オードブル、これはどこの弁当屋から取ったオードブル、自分とこっちで作るよ。だからこれを言ってくださいって、こっちでまたちゃんとしたオードブルも、これ試食しに来てくださいが美しいんですよ、あ宣伝、宣伝の仕方です、そう自前の、またオードブルも出しますので、あ来てるよ、シーサーさんから、明日開店ですね、カフェみたいな空間いいですねって、本当よ、これ映像送りたいけど、どうやって送り方がわからないから、いやでも、ちゃんとオープンしたら、やって、あのカメラに向かって、あ本当は、夜に向いた、店、夜の弁当、あ吉本弁当があるか、いや夜は何、いや、もともやってるよ、役所も近くだから、昼間が忙しいんじゃないかな、役所近くだったら、いや、そうだけど、いや、また、いや、夜に向けてる、カフェの、カフェでもや、なんていうの、夜の、いっぱい、カクテル飲んだりとかする店とか、あそういう雰囲気よ、弁当とカクテルな。うん、合うと思うよ。あそうだよね、まあ。試したことないもんな。いや試してない。夜はにしても、何夜はちょっとしたバー風じゃない。バーに。あそうだ、そう。バーって言うんだ。バーっぽい。え行った弁当へ一週間で終わらんか。大丈夫か。バーに走ってしまうんか。だから固有性いろいろあるからな、昼間開けて夜に走るっていう、本当作りはもう本当夜の店スポットライトとかいろいろある、オープン時間の変更いたします、夜中2時からオープンいたします、朝早いよ。でもあれだな、弁当屋でそんなカフェみたいな感じで、まあ要は昼間は弁当中心に売って、夜は飲み屋にするみたいな感じ。あとの話だよ、あと今やるって言ってないよ、いやもう今やるようなもう雰囲気だった、俺たちが古く変なこと、多分俺たち明日やったらそういうなるよ。明日はお祝いだから、明日はお祝いで、じゃあ毎日お祝いでいいじゃん。こんなことやってたら15日の夜行くよ。お前一人であそこの駐車場の前で飲んでてもいいんじゃないの。誰かまとめれ。今日俺も無理だ。何が無理だ、俺たちの店潰す気か。お前オープン前だよ。俺オープン前の宣伝してるじゃないですか。宣伝してるのか、お前変な宣伝したら、変で俺美しい空間ですよね、この宣伝してくださいって言ったら、自分で汚れたこと言ってるんですよ。時間もめちゃくちゃな時間行ったりとかしたら、俺こっち本当の営業時間って何時から何時までなる。じゃあ改めましてどうぞ。はい。かしこまって、8時でーす。7時から。ルドフルさんが言ってる、おしゃれな弁当屋さん、米粉ご飯ですよね。ああそうですよ。おしゃれな弁当屋さんでいいよ。いいじゃんこれで。おしゃれですよ。はいということでメール来てると。はい、メッセージいただいております。もう大変な、もう大変なことなんです。こんばんは。んじゃとう村からチャービタン。はい。池原青年会 OB です。はい。これ池原が近いよ弁当。明日来てって言って。比嘉義弘さんの歌を聞かせてください。ありがとう。以上です。ダメです。あ時間ねえ、池原の帯を聞いてたら、明日朝に来ていいよ、朝に来ていいから、あの弁当屋ね、こっちの弁当屋ね、酒もあるから、朝に来ていいからね、特別に
あ、茶屋さし準備損バレそうやってるよ。ああもうあれだね。めちゃくちゃねやるよ。もういつものように。もうまあ数字だからね。うん、おいおいだからちょっと。何分あるの？5分ですね。よし、あと5分宣伝しっぱなしです。どうぞ。はいはい、もうどうぞどうぞ。もうあんまりやりすぎてもね。カツが変なこと乱すもんだから。何での乱してないって俺は。あ、夜の仕事、あ、夜のあなたたちが言ったじゃないか。あ、雰囲気だけはね。あ、店はあの本当に。だからおしゃれな弁当やでいいよもう。あ、そうだ。夜も営業してるもん。おしゃれな弁当ってことで。タカも言いたいことあれ。なんか。あとはちょっとあのうちのスタッフおすすめの自家製白パンも。白パン。あ、パンも作ってる。パンも作るよ。パンも作るんだ。あ、白パン。あの。このあのとでもこの日間に合わせきれないんだよ。あの鉄板が鉄板が間に合わない。いや話よ。いやでも近々はずあのあ近々もうこれも予定としてまあやるとやる、まあ、やるということで、ね、はい、いいです。白パンっていうのはどんな感じで、まあ、雰囲気つかないんですけど、あの白いパンよ。わかりました。なんで手際をかいせ白パンって言ってるの白いパンしかないじゃん。この辺この買ったらどうするか。ないがうちなりをや。なんでよ。この白いパンって出して黒買って黒言ってたらおかしいだろ。味で味味は食べてないからわからんわよ俺も。この弁当いくらよ。なんでよ。ダメだ俺も味もしたのに。いったあげろ。おすすめちゃみ。いったあげろ。いや。どんな感じですかって聞いたら白いパンよ。お前高いやタヤタヤ責任者タヤがうまかいそうだわ。責任者がいるよこっちの目の前にいるけど。俺は食べたことない。訴えてやる。食べてもないのに訴えてやる。訴えてやる。白パンって匂いがって白いパンってしか言えないだろう。でも。メニューが豊富な弁当屋さん。メニューが豊富な話題が豊富になるよな。くわメニューマンどうしかの説明さんのまあ。もう大変なことになってるよ。オープン前からこっちでさ、うん、暴れてるんじゃないの。まあ、話題変更になってるから今恐ろしいよ。白い何白いパン白パンこれ本当かお前。お客さんこれ白パン。お客さんこれお買い求めになる時もあの何も質問しないでくださいよ。白いカットしたら必ず全く白い白ですから白ですから。でも、もう嘘はついてない。あ、でも、やっぱりあパン屋、あ、パン屋じゃなくて、あ、弁当屋だけど、パンもやると。あ、そうだ。あ、これ、焼き専門もいるってことですね。はい。あの、ソーセージが入ったのは何だ？あ、チリドッグも。いや、また、また、チリドッグ、チャングドッグが、何が入ってる？ドッグ。イグアナ。いや、ええのは入ってる。イグアナ入れてるじゃん。犬が入ってるわけないだろ。ユキリンがさっき白いのは白って言うからドッグって言うからいるかなと思った。だいたいそんな分かるだいたいそんなさ何も言わなくてホットドッグって言ったらあちここインゴでしょ。あ、あつや胃の温めたらってどうホットドッグだよね。もうない俺たち宣伝してんのか何してんのか。もう本当にあ宣伝宣伝あのイカラの兄さん来てよ。あちここインゴもありますからね。明日は明日飲みに来てもいいからね。ああ、ダメよ。ああ、それ電話もとっていいよ。もう苦しいな、このラジオは。なんか、この人、お笑いさん、まだ1分以上もあるのか。まだあるわけ？もう終わります。もうエンディングいきますね。じゃあ、まとめましょう。ですね、週末、あと土曜日、明日ですね、あの、雪乳の米粉ご飯、あの、プレオープンということで、パーティーいたしますんで、あの、持ち込み歓迎でございます。あの、ちょっとね、弁当の内容も試食しながらですね、美味しいお酒を飲んでください。ということで、で、日曜日に、ね、劉備宣伝センター。あ、宣伝センター。文化センター。今は現金文化、あ、何？文化センターでライブがあるということで。ライブやります。はい、ということで。お待ちしてます。はい、ね、僕らもちょっとちょこちょこやりますんで日曜日お願いします。うん、ということで、はい、今週もですね、こうなんか訳も分からず終わりましたけど。うん、結局林坊はいなくなってたな。いた。そこに。途中途中いないさ。いた。ずっとそうやってる。俺たち3名だから、レギュラー俺たち3名だから、正規とな。正規とは俺かちょっと頑張ります。はい、頑張ります。来週からあ、ありがとうございます。ひそかに乗っ取り考えてよし、俺たちが乗っ取れるんだったら乗っ取ってみ無理かもしれないじゃあまた来週会いましょう。あ、まあ、俺提供言いたいんですけど、明日、あ、もう来週言う、バイバイ。